開いて人の距離というよりは個人の能力でどんどん縦への勝負というのが多かったですけど、はい、まあ、そこから水沼選手が入ったことによって人のつながり関係性というのが良くなりました、まあ、そういったところが非常に結果にもつながりましたね、はい、堀米からリターン、堀米来た、こぼれ球先に触って岩崎は前を向きます。センターバックとサイドバックの間のところはね、こうボランチがしっかりケアしなきゃいけない部分にはなってきますからね、左サイドのワイドに入ってますね。そうですね、今手を広げてボールを呼び込んだのが流沼です。そこにシャープなボールが手塚から入りました。背後を取った菊池、折り返しシュートだー、最後は堀米かですよね。まあ、大きな展開からこれに対してしっかりこう背後に抜けていく、まあ、インナーラップですよね、はい、まあ、ここにしっかりボールを流し込んで、まあ、少しこうもう一つクロスを、ね、入れたような形。金間うまく内側をついた菊池、中央堀米、右が空いた、ただ自分で持った左足クロスバー、もう一度堀米、これは当たらず、右の岩崎はおとりに使いました。このシーンです。いやもう完璧なシュートに見えましたけどね。いや本当ですね。川原、堀米、西川、もう一度堀米、手塚、広げて原田、原田シュート、これもチャンスでした。サガン鳥栖できる選手がいるということはそれだけやはり人数をかけれているというところですからね、はい、まあ、そういったところでは非常にこう良い流れの攻撃。エドワルドの縦パス、アンデルソン・ロペスが受けましたが、そこにしっかり止めに入って、さあチャンス、西川、西川、よく耐えました、おお、ミドルシュート、こぼれ球、狙っていました、まあ、ここ1対1になって、かわされそうになりましたけど、サルト選手ですよね、よく耐えて守備しましたけど、やはりそこの。川原入れます、ヘディング、ファン速攻の頭、一森よく止めました。その後は西川のファウルを取ったんでしょうか。この距離でコース変えられてますからね、これよく反応しましたね、はい、まあ、そして最後ではね、村上選手がボールにこうチャレンジしようとしたところ逃げないことでもやっぱりそうやってしっかりやってくれるのはいいですよね、はい、川原から岩崎です。岩崎マイナス、川原打ったクロスバー、綺麗な軌道を描きましたけれども、セカンドボール F マリノスとつないで、これはアドバンテージ適用、ヤンマテウス突破した、ヤンマテウス、ヤンマテウス弾きました、パクユルギュラインを割っています。あ、ゴールキックです。やってますからね、もうあと数センチだったでしょう ね、 そうですね。を出して奈良原、長沼カットイン、長沼右足シュートだー、カットインからネットを揺らしてみせました、長沼陽一。87分終盤に先手を取りました、サガン鳥栖。まあ、ここで少しこうクロスみたいなものを匂わせながら相手の重心を変えてしっかり中にコースを作り、まあ、何より F マリノスからするとこのパスミスを、ね、奪われてしまったところから始まったのでちょっと悔やまれますけど、まあ、まあ、ただこの持ち出しからシュートまで、まあ、しかもコースも、ね、しっかりいいコース飛んでますし、まあ、これは長沼選手の素晴らしいゴールですね、はい、まあ、また抜けたんですね、サネトウの股を抜けていました。渡辺、今度は左、吉を入れた、こぼれ球、ヤンマテウス